今日は春が繁忙期が始まったので毛をきれいにしてあげたいと思います。柴犬の繁忙期は結構すごくて、本当柴犬丸一匹作れるんじゃないかっていうぐらいすごいんですけど、会見の抜け毛はどうかと言いますと、繁毛期はですね、柴犬とそんな変わらないぐらいすごい抜けます。すごいですね、こうやってね、この辺全部そうね、手で本当に簡単に抜ける感じは柴犬と変わらないです。こんな感じで柴犬と一緒ですね。毛の質はねすごいサラッサラで、柴犬より柴犬はちょっとどっちかっていうとふわふわって感じだけど、体験はサラッサラです。触り心地は実は会見の方が全然いいですね。私は会見の毛の方が好きです。ブラッシングしたいんだけどさ邪魔なのよこんな感じで邪魔なのよ、あなた違うのよ。
最終兵器です。掃除機好きのハルエちゃんはこうやってお掃除させてくれます。何やってんのちょっと邪魔ですよね。掃除機平気に結構この周りもやっても怒らないです。エミが好きだったのでそれを見て育ったおかげか掃除機好きになりました。雨も掃除機ああダメだダメですね。あーダメダメダメ危ない危ないダメ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 よ。これ敵じゃないのよとりあえず今日の収穫はこんな感じで、まだ始まったばっかりなので多分これからまたこの倍ぐらいは抜けると思います。ちょっとね柴犬の毛より少しグレーっぽいんだよね。面白い。茶色い部分はあんまり感じないね。